友達 TV をご覧の皆さん、こんばんは。武田邦彦の本当の話、8月27日第94回放送です。私はアシスタントを務めます倉島桃子です。どうぞよろしくお願いいたします。この番組は友達 TV からお届けしています。それでは早速武田邦彦先生をご紹介します。先生、今回もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それでは前回同様、ここからはしばらく別の動画のチャンネルよりお送りいたします。概要欄にリンクがございますので、そちらからお聞きいただければと思います。それでは新型コロナ関連ということで、ちょうど今日から緊急事態宣言の対象となる地域が追加され、合計で21都道府県となりました。全国の人口の 75% ほどを占めるそうです。期間は9月12日までとなっています。今回は報道のほかに視聴者の方から寄せられたご質問をできるだけ取り上げたいと思います。まずは視聴者の方からお寄せいただいた資料です。はい、感染の増減の原因は国内か海外かということですけれども、日本と世界の PCR 陽性者数を比較ということです。はい、そうですね。はい、ちょっと始まるコロナの話を始める前にですね、はい、実は去年の甲子園の高校野球大会は、はい、まあ、中止になったと。で、今年はまあ今準々決勝まで進んでますけども、はい、今年はやったと。普通にもしも報道が正しく行われ、高野連が正しく判断してたら、去年は実施して今年は中止になってるはずなんですね。なぜかって言ったら、去年甲子園をやってる時はPCR の陽性者ですから感染者じゃありませんが、まあ、PCR 陽性者で1日1500人ぐらいって言いますと、現在のコロナウイルスぐらいの伝播力、その1人がどのくらいに伝播するかというので、まあ、1.5 から2の間、まあ、このくらいの伝播力の場合はですね、1500人ぐらいの1日の感染者もしくは感染者に類似するような人という場合はですね、注意しなくていいっていうことになっていたんですよね。それはそのデタラメになっていたんじゃなくて、今までのインフルエンザとかその他の流行病、感染病をその、まあ、今まで経験してましたからね、長い間で。それはいいと。それで注意しなきゃいけない、本格的に注意しなきゃいけないのは1週間に40万人、それはやや警告的に注意しなきゃいけない。だから例えば学校が一部学級閉鎖になるとか、それからテレビはですね、1週間に40万人に近づいてきたら報道をすると。それで我々の日常的感覚では、近くにインフルエンザの患者さんが出てきたと、あの人インフルエンザで今日休んでるみたいよ、そういうことになった状態。それで現在がだいたい1日に2万5000人なんで、だいたい20万人レベルなんですね。ですから現在は通常の今までの別に感染症でもですね、結構流行ってるので気をつけなきゃいけない。それで僕らの感覚もそうですけど、周りにですね1、2名ですね、新型コロナにかかってる人がいると、そういう状態になるんですね。でこの2つの状態の時にはやり方が変わらなきゃいけないんですよ。つまり例えば甲子園だったら、甲子園を中止するのは今年なんですね。それで去年は中止をしないというふうに、まあ、感染症ですから、当然感染症って A という人から B という人に何らかの形で移るわけですね。まあ、空気ではないかもしれませんが、例えばトイレかもしれませんが、まあ、とにかく関連して移るわけですね。ですからその点ではですね、今日ちょうどこの放送があるんで、私がこの皆さんの頭の中変えてほしいのはですね、今までの注意と今からの注意は変えてもらわなきゃいけないということなんですよ。今までの注意は本当は注意する必要ないっていう感じなんですね。これからの注意は、インフルエンザが流行ってきたから俺も注意しなきゃいけないなっていう状態になってきたってことなんですね。だもちろんそれを受けて、数字的には21都道府県ですか、今までと全く違う。今までは例えば東京とか大阪とか特典とかだったけど、まあ、21都道府県ですから都道府県の数が47ですからね。ですから半分ぐらいは注意ということになりますからね。まあ、その点ではですね、新型コロナにかかってもそれほど対策ないんだけど、まあ、新型コロナにかかりたくない場合は、まあ、新型コロナは少なくともインフルエンザみたいなもんですから、まあ、インフルエンザってかかりたくないですよ、僕なんかね。まあ、そういう点から言うと、まあ8月後半から9月の中旬ぐらいまではですね、注意が必要だってことです。ただですね、その
伝播力を示す酸性酸素というのがあるんですけども、それはですね、上昇する気配がないもんですから、多分、少しずつ少しずつ減ってきて、まあ1週間に20万人を突破することはないという情勢ですね。ですからそこのところよく考えてもらってですね、通常の冬のインフルエンザが流行し始めた頃、失礼しました、テレビとか学校なんかで患者さんが出始めた頃と同じくらいの周囲ということなんで、今日はそういうことでお話をしたいというふうに思うんですね。まず第一のこれはですね、僕はこの視聴者の方から来たんですけど、なかなかね素晴らしいと思うんですよ。つまりですね、常に、誰でもそういうふうに思うんですけど、なんか専門家がね、国の専門委員会がなんか有益なこと言ってくれるんじゃないか、アホなんですよ。だいたい専門家ってアホなんですよ。それで僕はこれを見て非常にいいと思ったのはですね、一人一人の方が、まあ技術的なその素養なんか少しあるっていう人がですね、まあ自分なりにこうじゃないかって考えて、それを僕らがディスカッションすると、それはですね、普通の通常の科学の世界で、ちゃんとした学会はいつもそういうことやるんです。そんなね、お前なんか素人じゃないかって絶対言わないですね。例えば僕らだったら物理学会とか材料学会とか、そういうの原子力学会とかあるわけですが、ちゃんとした学会っていうのは素人の発言って全然そうお前素人じゃないかとか原子力の専門じゃないかって絶対言いません。大体ね、福島なんかのこの原子力のお前専門じゃないっていう人はね、専門じゃない人なんですよ。素人の人なんですね。だからまあ専門家っていうのは常に謙虚で、自分の判断が間違ってるんじゃないか、もしくは何か参考になることはないか探してますからね。ちょっと次のグラフを開けてくださいね。これはね、なかなか面白いです。簡単に言えばこういうことなんですよ。これ全世界の流行の図なんですね。全世界ですからピークは少しなだらかになってますね。っていうのはここで流行する国、あっちで流行する国ありますから。だけども基本的には去年の2月4月頃流行して、夏に流行して、秋口に流行して、正月の後に流行して、今流行して、1,2,3,4,5 個の山がある。こっちが日本ですね。日本は去年の4月に流行して、夏の甲子園の時に流行して、秋の 冬の口っていうか初冬に流行して、正月の後に流行して、今流行してる、こういうになりますね。で彼はね、面白い視点なんですよ。似てるって言うんですよね。まあ、こういう見方が非常に大切なんですね。似てるというのは、日本の人は日本独自で流行ってるから、ここで流行ったやつが沈静し、ここで流行ったやつが沈静し、流行ったやつ沈静し、流行ったやつこうなってる。これを次に自粛でどう収めるかなんて言ってるけど、実はそうじゃなくて、日本は物品の輸出量がすごく多いから、貿易すごく多いですからね、外国の。で皆さんも水飲んだりね、フランスの水飲んだり、韓国のなんか飲んだりしてるでしょ。それが移るって言うんですよ。だからこれ人でもないって、まあ人かどうかちょっと分かりませんけどね、むしろ貿易によってウイルスが日本に入ってきてんじゃないか。ですから相互貿易、日本みたいに輸出入が非常に多い国はこうだと。じゃあですね、これを検証するためには、輸出の多い国は世界と一緒か、それからその輸出入がどっかと多ければ、その国に総合的に関係があるかっていうことが分かればですね、我々は今人間だけが頭に入ってて、それで人間と接しなければいいよということですが、だから例えば外に出なければいいよ、宅配便でもらえばいいという、宅配便がいけないのかもしれませんからね。ですから宅配便の表面は消毒してないですからね。ですからこの人の視点というのは非常に素晴らしい。それで本当はですね、国の環境研究所とかいっぱいあるんです。今全部サボってますけどね。ああいうところはですね、こういう時には普段は別のことしててもね、どうせ普段は地球温暖化のくだらないことやってるんですから、それをちょっと切り替えて、それで環境研究所なり、そういうところが本格的にね、こういったものをヒントがあったら、そのヒントをね、ところ また専門家のお医者さんが手が回らないところは自分たちが研究するよと、まあ、いうような体制を取るってことは大切ですね。でこれは僕見てね、一つは本当にそうかもしれない、本当に物品かもしれないから、外に出ないからた宅配便で調達するとか、そういうの結構危ないなとこう思ったのが一つと、それから研究としては今後ね、貿易というのがもう今まで人間だけに限られてるんですよ。なぜかって言ったら、貿易は昔は明治時代の人間以外に物品なんかついてこないからね、
だけど今は物品がついてきますから、その意味ではそういう見方をしなきゃいけないかなと思いまして、国としては自粛自粛っつって、その日本人から日本人へっていうんじゃなくて、日本人同士も物品かもしれないし、で外国だったら特に物品かもしれない。だから横浜とか神戸にね上がってくる、船の消毒をまずするっていうのは今してませんけどね、それが大切かもしれないということを教えてますね、はいはい。続いては視聴者の方からのご質問です、はい。ワクチン接種が進んでいるのになぜ感染者が増えるんですかという内容です、はい。日本でも今までと比べて急に感染者が増えてきたということですが、今や日本の半分とも言われるほどの人がワクチン接種を済ませているというのになぜ増えているのでしょうか。ワクチンは重症化を防ぐことを期待するのであって、感染を防ぐわけではないと言われても、現象だけ見たらワクチン接種者が増えたら感染者が急増したということになりませんか。ワクチンが原因とは言えないのでしょうかという質問です、はい。まず第一に大きな嘘があって、それは今までのワクチンでも常についてきた嘘なんですよ。もうこれね、もうたびたび毎回そうなんですね。それはワクチンを打ったら感染が止められますとまず必ず言うんです。まずね、第一段階としてはワクチンを打てば感染が止めますと言うんですよ。そしてみんなにワクチンを打たせ始めるんです。で、ワクチンというのは感染を止めませんから、そこで途中からですね、そういう反論が出てくるので、そのあたりを狙って今度はワクチンを打っても重症化しませんというふうに言ってくるんです。これはね、一番もちろん典型的なのはインフルエンザウイルスなんですよ。これでね、人間というのはね、必ずごまかされますね、それ見てると。最初、今度もそうでしょ、皆さんワクチンを打ったら感染が止まるって言ってましたよ、最初、ね、皆さん今は違うこと言ってますけど、ワクチンを打たせ始めるときはワクチンを打てばマスクを外せますとか、ワクチンを打てば重症化じゃなくてコロナになりませんって、そういうことだったんですよね。ところがしばらく打ち始めますと、これは最初から実施側が分かってることなんですよ。そのくらい人間というのは悪どいんですね。それで重症化を防げますというふうに必ず言い出すようになってますね。で、今は、これはね問題なんですけどもね、政府が、僕はちょっと証拠を握ってるんできちっとここで言えるんですけど、政府がですね、内閣府ですけどね、政府が NHK に、ワクチンを打ったら重症化を防げると、どんどん流してくれっていう要請をしてるんですよ。で、僕はね、これがいつもあるんですね。で、その時ね、NHK はね、内閣から言ってきたというニュースを流さないんですよ。まずそれを流さないといかんと思うんですよね。今までも何回も何回もあるんですよ、そういうのってね。その地球温暖化どうのこうのってこう言ってくれっつって、環境省からテレビに言ってくる。テレビはそれを流さないといかんです、国民にね。ところがNHK はその内閣からワクチンを打ったら重症化が最近、こう言ったんだ。超えてきたんですね。今度はね、具体的に言うとね、 NHK に対してね、流行の感染者の数は多いけれども、死者の数が少ないのはワクチンを打ったからだと、ワクチンは重症化を防ぐと言ってたのがその通りになってるっていう説明を NHK で流してくれって言ってきたわけです。それはなんでそういう要請をするかってね、嘘だからなんですよ。嘘じゃなかったら真実はそのままほっとけば出てくるわけですからね。だけどそういうことをね、政府が NHK にまず言うっていうこと、これが大体憲法違反。それからそれを NHK が聞いてそれを反映した放送をする、もっと憲法違反。もう放送法、本当は NHK 免許それで取り消しですよ、放送免許取り消し。だけどまあそういうことが現実に行われてますね。ところがもうちょっと進んで、じゃあワクチンを接種して今ものすごく進んで、昔だったら 60% 以上がワクチン打ったらもう感染はなくなりますってのが、1日2万5000人ってすごいペースだと、ね、それはおかしいんじゃないかって言ってます。で、内閣府は、重症化するのを防いでると言ってる。じゃあ違うと、はい、次お願いします。これイギリスのですね、2月1日から8月15日までの状態をですね、デルタ株の感染の状態をイギリスの公衆衛生局が整理して、8月15日までですから、ごく最近なんですが、流したやつなんですけども、デルタ株の感染者が38万6735人、死亡者1186人なわけですね。1189人、はい。でワクチンを2回接種した人というのは7万3000人、ワクチンを未接種が18万3000人。これ母数が分かりませんが、
そのうち2回接種者のうち死亡者が679人、割合で 0.93%、 ワクチンを接種してない人、死亡者が390人、0.21%。 つまり絶対数を見てもワクチンを2回接種した人の方が2倍ぐらい死んでて、それで率から言えば4倍ぐらい多いということで、ワクチンを2回接種すると約 4.5 倍の死亡率になるということですね。でこれはね、こればかりじゃなくて相当データがあるんですね。ですからワクチン、いや僕はね、ワクチンについてここで随分、こことか虎ノ門ニュースとか随分あちこちで言ったのはですね、ワクチンに問題があるということを国民に言うべきだと僕はそう言ってたわけですよ。したら反ワクチンの反抗、あれ押されましたけどね。僕は反ワクチンじゃないんですよ。ワクチンもそのいろんな薬、イベルドメクチンとかあるじゃないですか、いろんな薬と同じようにある医療手段としては使えるんですよ。ビタミン D である、それからなんか特効薬である、それからワクチンである、使えると。だけどワクチンを打てばもうかからなくなるとか、ワクチンを打てば死なないとか、ワクチンには不正がない、そういうことはないっつってる。だからいつもワクチンは子宮頸がんワクチンの時にそうなんですけども、その子宮頸がんワクチンさえ打てば女子高校生が、誰も副作用が起こらないで、子宮頸がんワクチンだけはほとんど起こりません。そんなことはないんですよ。そんな薬もありませんしね。だから今度こそは子宮頸がんワクチンで、政府は失敗したんだから、あれほとんど誰も打ってないんですよね。だから今度のコロナワクチンの時にはコロナワクチンの欠点とか、それから本当は今はまだ治験中ですから、治験中であるとか、そういうことを正直に言って国民の判断に委ねるべきだというのが僕の考えで、それを一生懸命言ってたんで、ワクチンじゃ全然ないんですよ。やっぱりまだね、ワクチンの学問は中途で、本当にワクチンが効くのか、どういうのにワクチンが効くのか分からない段階なんですね。だからそれは正直にやっぱり科学者っていうのはね、そこやっちゃいけないんだけど、医者はダメですね。これはね、だからイギリスの、だからイギリスはね、もう一つはイギリスはほとんどの人に接種が終わったんですよ。イギリス、イスラエルが一番早かったですから、もう日本どころじゃないんですよ。全部マスク外したの。そしたらわーっと流行ったわけですよ。で全員がほとんどマスクしてどうするんだ。じゃあ今度イスラエルは3回目のワクチンを打つようにしたんですね。1回目、2回目、3回目と何かあったら、1回打って少し反応して抗体ができて、2回目に打ったら今度抗体がガッとできて、だいたい2回目に打った時の抗体は実際に自分が中程度のコロナウイルスにかかったのと同じぐらいの抗体数になるんですねと予想してたんですよ。ところがね、今変なことが起こってるんです。こういうことは全部そうなんですけど、いやそれはね、ワクチンね、研究が途中なんだからそれは起こってしょうがないんですけど、だからみんな感情的になって、なんかワクチンなんか言うやつはなんだっていうけど、そんなことじゃなくてね、大体薬に副作用があるなんて分かってんだから、そんなね、今更ね、そんなことないんですが、2回目に打った人の抗体量がね、予想よりかはもう10倍ぐらい高い人が多いんですよ。でそういうふうに過剰に反応した人がね、血管障害とか脳障害で亡くなってるわけですね。ですからそれで3回目打つと、今度3回目打つ時にもっとそれが増えますんでね、そのワクチンを打つっていうことが自分の体の中にどのくらいの抗体量ができてて、それは自分がコロナにかかるのとどういう違いがあるかなんてね、そういうことを考えて打ってる人いないんですよ。そんな専門家なんで、世の中専門家いませんからね。医者はみんな知ってるんですよ。だから良心的な医者で、僕の知ってる医者なんかはもうお一人はもう医者辞めちゃったんですよ。もうコロナの騒ぎが終わるまでもう医者やってるとワクチン打たなきゃなんないから、俺は両親が咎めると辞めちゃったんです。もう一人ももう間もなく辞めますね。だからそういう良心的な医者がこの世界から消えていくってことですね。だからこれはまあ非常に注目していただいたらいいと思います。はい、はい、次はお願い、これは次はどうですかね、はい、あ、これですか、はい、はい、続いてはこちらの話題です。解熱鎮痛剤の販売が急増、ワクチン副反応に備えということです。概要です。新型コロナウイルスのワクチン接種の進展に伴い、市販の解熱鎮痛剤の販売が急増しているそうです。発熱や頭痛の副反応に備えるためで、高齢者へのワクチン接種が本格化した今年5月ごろから販売が伸び始め、8月前半の全国売上高は前年同期に比べ6割増加したそうです。コロナ禍の生活様式の変化で頭痛を訴える人も増えており、製薬会社は正しい服用を呼びかけていますという内容です。まあ、製薬会社なんか正しい やつを呼びかけてるというのは見かけ上で、それはもう6割も増加してるから、恩子さん
薬局に行ったことあります。張り紙してありますよ、あのもう鎮痛剤ありませんって。あ、はい、我が家の近所もそうですね。そうなんですよ、はい、つまりねこれはねコロナの副作用は結構あるんですよ。でね実はねあの市民っていうか一般国民ってのはね結構はバカじゃないんですよ。だからコロナの副作用がないなんつったってあると思ってるわけですよ。それであらかじめその何かに対応しようと思って、そういう鎮痛剤買ったり発熱するだろうかなと思って準備したりしてるわけですね。ですから僕はね今までの国民をバカにした行政っていうのはもう絶対に長続きしないと思ってるんですね。やっぱりちゃんと説明し、あのワクチンを打ったらこういうことがあるけども、それでもワクチン打った方がいいですよ、もしくは薬を待ってた方がいいですよっていう親切心のあるねやっぱり指導をするっていうのが大切だと思うんですね、はい、次お願いします、はいはい、続いてはご質問になりますね。視聴者の方からいただいたご質問です。結局風邪と同じ対策で良さそうですかということです。前回の虎ノ門ニュースでおっしゃっていたように陽性者や感染者は増えているけど死亡者はほとんど増えていないということは、結局ウイルスは変異を繰り返して今までの他のウイルスと同じように感染力は増えるけど弱毒化してきたということでしょうか。そして手洗い、うがい、お茶、体温を上げておいて免疫力を高めるという一般的な風邪と同じ対処で構わないということでしょうか。今までと多少は違っても程度さえ変わらなければ今まで通りということですし、今年の風邪は長引くねとか今年の風邪は咳が出やすいねなんて今まで普通の話でしたし、だったら5類に下げるではなくもう何類とか分類する必要もないのではありませんかという内容です。そうですね、2類から5類に下がるのはもう今政府が具体的に検討しておりましてね、そういう検討内容ももう部分的にはリークされております。で実際上ですねもう今あの死亡率がですね 0.1% 切ったんですよ。そうするとねインフルエンザが 0.1% ですから、だからもうコロナはですねその2類とかいう分類では全くなくなったので、あとは実はね利権関係だけなんですね。もうこれは一番最初からお金の問題なんですよ。だから医師会を全部解体せんといかんわけですよ。例えばねトヨタ自動車なんていうねあの大手の自動車会社でも大体献金ってのは2000万とか3000万、まあ、いかないですよ、ね、ところがあの医師会っていうのはね6億も献金してるんですよ議員にね。だからもう全然あの厚さが違うんですよ。その何ていうか、自動車産業から言ってるやつの30倍言ってるわけですからね。だから残念ながら今の議員さんとは全部金で動きますから。それで問題なのは2類に指定すると2類で儲かるところが今度5類にしたら全く儲かんなくなっちゃうんですね。そこのところをどう手当てするかっていうのが決まってないってことなんですよ。でねこの前ねある医療関係者とね議論すごく最近議論したらですねそのね私も信じられないって言ってましたね。1年半経ってねそれでその2類から5類に変換するあの変えるときに損害が起こるその今ね1万円とか1万5千円とかって争ってるんですよ。要するにその1人患者さんあたり2類がもらうやつが1万円だったやつを1万5千円にするから外すとかそういうことをやるのがねケリがついてないわけですね。だからこれは厚生労働省と議員さん、まあ議員さんが一番いけないんですよね。衆議院議員がね衆議院議員参議院議員が横割りをしてとにかく金もらってるから医師会の方からは医師会はもう金だけですからね。ですからそこのところを国民の前に NHK とか朝日新聞が機能してればその今度のことで、医師会はどういうふうに金と共に動いたか国民の健康に関係なく動いたか、ところがその NHK とか朝日新聞の方も今度はコロナを利用して儲けようとして動いたから両方とも傷があって動けないっていうそういう状態なんですね。ですからこの通りです。今度のコロナ普通の風邪で全くいいんです。その人が言ってるように対策は全部いい、体温を高く保って、ただあのもう発熱外来でコロナを多数のコロナ患者を見ているお医者さんの話を僕はまとめればですねその今言った普通の風邪の対策に加えてですねやっぱり最初からここでも言ってますけどビタミン D 剤、これを今まだ売ってますよ、品切れになってませんからビタミン D 剤これちっちゃいやつでそんな高くありません、それを必ず常備しておくこと、これは今度の風邪ではもう特効薬的なんですね。でそのそれとあと2日間寝ること、この2つですね、あの要するに今までの風邪とちょっと違う、でそうすると1週間ぐらい経ってから中等症って言われるいわゆる酸素が不足してくる状態を回避できる、
だからどんな感じかっていうとですね、まあ普段から一応気をつけて日光浴もして、それでよく寝て、それで風呂にも入ってということするでしょ。その後で風邪ひいたなと思うと、まあ僕なんかそうですけど、一応風邪ひいたなと思うと、僕2週間ぐらい前ここに来た時風邪ひいてましたよね。でそれで僕はどういうふうにしてたかって言ったら、よく寝ることとビタミン D 剤を時々飲んで、そして一応コロナ一般の風邪とちょっと違う特徴のところだけ補うっていうことですね。他にはマクロバイシンかな系 の抗生物質、これは抗生物質はもともと細菌にしか効きませんが、細胞膜の増殖防止ですから、ウイルスには細胞膜がありませんからね。ただ今度のウイルスはマクロライド系が効くんですよ。それからもう一つは痛風の薬なんかもね効くんですね。それからイベルメクチンなんかも水虫かなんかの薬でしょ。そういった薬で体に影響のある薬だったらば効くものが 2,3 あるんで、まあ、そういうものをちょっと飲むっていうのもありえますね。ただまあ基本的にはここで言われるように結局普通の風邪と同じように対策をすると。ただ発熱外来のお医者さんに聞くとビタミン D を投与するっていうのと、それからあれですね、何でしたかね、2日間寝るっていうこと、この2つをあれしてればまず中等症にはいかないだろうって言ってます。で漢方をね使うとねいいらしいんですけどね、その発熱外来のお医者さんに聞くとね、漢方はね人によるって。でこの葛根湯がいい人もいればもっと何とかってあるから、やっぱり漢方の先生に見てもらわないかそこは分かんない。だからまあ葛根湯ぐらい飲んであまり効かなかったらそれで諦めるとまあいうようなことになるでしょうね。まあ、そんな感じですね。はい、続いてはこちらの方。それでね、はい、もう一つね、ほとんどが家庭感染なんですよ。これもはっきりしてるわけですよ。ですからね、僕なんかはどうしてるかというと、僕だけがほぼ、僕のうちは僕だけがほとんど家の外に出てるから、だから帰って僕は洗面所がちょうどうち2つありますから、僕は使う洗面所が違う2階の洗面所を使ってるんですよ。それでだから生活はもちろん食事なんか一緒にするんですけども、食事の食卓とか箸は僕だけが別。そうするとね、どういうことになるかって言ったら、外のウイルスを持ってくる僕が違う生活をするわけですよ。まあそこで食事してますけどね、こっちで孫なんか食事してますが、僕が使った箸とかそういうのは自分のところだけで使ってそこで洗ってしまうっていうね、まあ、そういうことはやっぱりやった方がいいんじゃないかと思いますね。はい、では続いてはこちらの報道です。はい、YouTube 新型コロナワクチン接種に関し有害な誤情報 7.5 万本以上を削除ということです。概要です。 YouTube は新型コロナウイルス感染症の医学的に誤った情報に関するポリシーで、新型コロナウイルスのワクチンに関する項目に違反した7万5000本以上の動画を削除したと8月11日に日本語ブログで明らかにしました。医学的に誤った情報から人々を保護するための素早く断固たる行動としています。YouTube の公認報告者プログラムに、新型コロナやワクチンの正確な情報を届ける医師のプロジェクト、コロワ君サポーターズなどの専門家が新たに加わり、公認報告者から報告される動画は優先的に審査の対象となり、継続的に意見交換するそうです。YouTube は世界中の専門家と協議して、医学的に誤った情報に関するポリシーをアップデートし、パンデミックで展開された複数の陰謀説にも取り組んできたとしています。ワクチン開発の方法やテスト方法、ワクチン接種に期待される効果などに関する信頼できる情報にアクセスできるようにして、誤った情報に対する取り組みも引き続き注力していくとのことですという内容です。常に人類の歴史は常にこういった人たちが人を殺してきたんです。で、YouTube がそうだとは言いませんよ。YouTube は誠意を持ってやってるでしょうが、スターリンなんかはどうしたかっていうと、あの時に共産主義の下で育てた小麦はよく育つと言った人を科学院総裁に据えて、それでどのくらいの数だったかな、3000人だったか3万人だったかのか、それに対する反対する学者をシベリア送りにして全部殺したわけですね。でこういったやつはまあもちろんヒットラーの時もそうでした。それでここのところに出てきたね、今言った有害な誤情報っていうのはですね、これ科学用語じゃないんですよ。もともとこれ科学的に有害であるとか、科学は有害とか有害じゃないという概念を持ってません。もともと誤りかどうかっていう概念を持ってません。科
学っていうのは誤りかどうか最初から分かるんだったらね、科学っていうのはできないんですよ。ということはこの YouTube が委員会を作って、委員会に人が集まって、集まった人が有害な誤情報だからって排除するっていうのは、その学者は学者じゃないってことなんですよ。常にそれはね、僕が今言ってるのは僕の意見じゃないんですよ。もう歴史的にだからこそ学問の自由があり、発言の自由があり、例えば学会っていうのは学会に入る資格審査もないんですね。それは思想的な資格審査なんですよ、ないわけですね。だから論文を書いたことがあるかとか、そんなのはあるかもしれないけど、その思想的なものはないわけです。つまり学問っていうのは有害であるとか間違ってるか合ってるかなんていうことを議論したら、もともと学問じゃなくなっちゃうわけですよ。今度だったらワクチンが、今度のワクチンが有害か、ワクチンを打った人が10年後に全部死ぬかなんてことは分かんないんですから、本当に分かんないわけですよ。じゃあそれを脅すのは誤情報だって、いやいや全然誤情報でも何でもない、科学っていうのがそういうもんだってことですね。ですからまあ僕なんかは言ってるように、ワクチンでは分からないことが多いということを承知しとかなきゃならないって言ったら誤情報に入るわけですよ。そんなことはないんですね。それは間違ってんでも何でもあって、実際に分からないわけですからね。ですからね、この YouTube の人に強く僕は言いたいのはね、もう歴史的に何回も分かってることだ。だからこういうことをもし YouTube が言うなら、YouTube はその前にワクチン会社から金をもらってるかどうかを明らかにしちゃダメなんですよ。今まで常にそうなんですよ。歴史の教訓っていうのは、そういう人たちはその利益元から金をもらってきれい事を言ってたっていうのがもう全部そうなんですからね。だから今度だけ俺たちだけはきれいな人間だよって言ったって、それはダメですね。そういうのはもう実に良くないですね。はい、ということです。はい、で続いてはこちらの話題ですね。はい、そうかそうか。これね、これも同じなんですね。これはもうどのくらい前でしたかね、僕の PCR、 去年の2020年の4月頃に僕がね、 PCR 検査はあまり当てにならないということをブログで言ったら、ファクトチェックイニシアティブっていう NHK を退職した幹部がやってる会社があるわけですよ。そこには毎日新聞と他の既存メディアもいるわけですよ。そこからかなり強力な、武田は間違ってると、ファクトじゃないということが出ましてね、これで僕の大学にも猛烈それがあって、で大学の方も困ったんですよ、あの時ね。もう武田辞めさせる、あれは大学教授じゃないなんつって攻撃が来る。でその最初分からなかったんで、正体がでどこから攻撃来てるのかって、大学の方と一生懸命調べたら、ファクトチェックイニシアチブおよびその関係者なんですね。じゃあ彼らはファクトチェックイニシアチブつって、理事長が NHK の退職者で、ボードもあってちゃんとやって、システムも書いてる。で僕のやつは何をやったかって言ったら、カナダかアメリカのなんかどっかに住んでる女性の方で、35歳か6歳大学は経営学か経済学を学んだ人で、今までジャーナリストみたいにやってたのかな。その人がたまたま日本に来てたのか、日本に来て、それで武田が PCR がいい加減だということを言ってるから、お前これをとっちめてくれって言われたんでしょうね。それで調査先は PCR の受託機関だけに3カ所行ったんですよね。してアホじゃないかとそう、 PCR を受託して、国から受託してやってるところに行ってね、それで PCR 検査は有効ですかって言ったら、それは有効だっていうに決まってますよ。で武田がこんなこと言ってるって、いやそれはインチキなんですよ、あいつは専門家じゃないとかなんか言うはずなんですよ。それをやって、それで個人、武田という個人を圧倒的、徹底的にやって、大学にも投資をどんどんして、メールして、それで、潰そうと。で最初ね、大学の人がびっくりしたんですよ。大学の先生にそれほど厳しいことを言ってくる人ってあんまりいないからね。ダーッとメールが来た、それは僕のとこ転送してくるね。で僕もこれ何ですかねとかやってたわけですよ。でそれが結局ファクトチェックイニシアチブだったわけです。でまあ虎ノ門ニュースもここもね、応援してくれて、僕はそれを防御しましたけどね、今でもやってるんですよ。それでそれから後にそのファクトチェックイニシアチブがやってる仕事をチェックしてくれた人がいて、そのファクトチェックイニシアチブがこれが本当かどうかを検査した去年の秋頃、あと半年後ぐらいですね、したらね、100対6か100対3だったの。100が、ネットで、3か6が既存メディアなんですよ。だからね、その体裁はやるそうだけども、結局は既存メディアの幹部が理事長をやって、既存メディアの人たちが委員会を作
って会社を立ち上げて、おそらく活動費も既存メディアから出てる、これは分かりません、出てる。それでそこでですね、ネットが増えてきたからネットを潰そうやっつって、ネットのめぼしいところを全部いちゃもんつけるね。それで僕はこの前からちょっとブログをね出してるんですけども、だからしょうがないから今度はノーベル賞学者のことを引用しながら僕やってるんですよね。本当はノーベル賞学者じゃなくていいんですよ。学問というのはそのノーベル賞と関係ないですから、事実か事実じゃないかを一人一人が判断するわけですけどもね。まあそんなこと言ってくるからしょうがないから、ノーベル賞で、これはノーベル賞学者はこうですよ、それからなんとか研究所のこの人がこう言ってますよ、で PCR がいい加減だと言ってる人ね山ほどいますから。だからね、社会も日本社会もね、まずそういう悪辣チェック団体がいるっていうことですよね。その自分たち NHK を退職した幹部が理事長になって、で NHK の言ってることはチェックせずに、ネットの言ってることだけをチェックして、それを問題なのは組織で個人をやっつけてるんですね。だからネットって大体個人ですから、だから反撃力も少ないわけですよ。でそれ個人に今度は会社とか、そのなんだ、あその大学に、いや、あいつ辞めさせろ辞めさせろってメール来ると、これねもうナチス以上ですよ、やり方が悪どいわけですよ。今でも活動してるんですよ。それでね、今活動してる人はその女の人出てこいって僕言ってるんですよね。もうその喧嘩しないから、あんたと議論しようじゃないか、学問的にどうなのか、出てこないですね。それから今やってるのはもっと若い男性で、もうむちゃくちゃ論理なんですね。ですからね、少なくとも彼も科学的なバックボーンを持ってないですね。で日本人はね、そういう悪どい、まあ、外国は山ほどいるんですよ。それはもう中国とかね、だからヨーロッパなんていうのはもうそんな団体って山ほどいるから、もう聞く方もそういう団体だいくらでもあるからねって思って聞くけど、日本国の今まで誠実でしたからね、そんなね、外国に住んでるね36歳の女性の経営学科なんかの人を持ってきてね、で PCR の検査が正しいということを PCR の受託してるところに聞いて、それを聞いた結果でその人の職業を辞めさせようと思って大量 のメールを送るなんてそんなことしないんだよね。それ NHK の幹部がやるわけですから、旧幹部が。だからね、もうそういうことが行われてるってことをね、やっぱり知らなきゃいけないわけですよ。だからこのね、PCR 検査の信頼性なんてないんですからね。で、それでしょうがないから、この前もブログにね、オリンピックに内村航平が出る、PCR 検査やった、それ陽性になった。で、もちろん専門家分かってるから、4日後にもう1回やった。4日後に大体陰性になりますからね。だから陽性の人もう一回やれば4日後には陰性になってた。それで内村航平はオリンピックに出たと。そういうようなね、本当にこうなんていうんですかね、暗い世の中になっちゃうんですよね。良くないですね。はい、どうぞ。はい、続いてはこちらの話題です。アメリカ外科医協会前会長リー・メリット博士のメッセージということです。アメリカ外科医協会前会長のリー・メリット博士が今年の1月に今回のワクチンに関して述べた動画があり、 YouTube ではない動画サイトで閲覧できるようになっています。以前にも少し触れられたことがありましたが、この動画が出されてから半年余りが過ぎ、河野大臣の話にも関連するものではないかとも思いますので、改めて武田先生から内容とご解説をお願いできればと思いますという内容です。ね、この人は元ファイザーの、副社長かなんかだった人で、それで、まあ、その後ファイザー社を辞めて、そして、アメリカの、まあ、元々お医者さんですからね、ちょっと特徴的な顔をしたお医者さんなんで、この人の動画っていうのは去年の少なくとも夏以前6月ぐらいにはどん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 オープンされておりまして、もちろん YouTube とかそういうの取り扱ってくれないので、特別なところで言ってることは簡単なことで、自分がファイザーでやってる時に、まあ彼の言うことをそのまま紹介するとね、僕は事実かどうか分かりませんから、実験動物は全部死んだって言うんですね。まあ、猫が主なんですけどね、マウスじゃないんですよ。これまたね、マウスと言い換えてる人がいてね、またねこういうことってよくやるんですよ。猫って言ってるのにもかかわらず、僕じゃない、これを非難されてるのは僕じゃないんですけども、例えば僕だったら武田はこのリー・メリット博士は、猫でつってるけど、よく聞いたらネズミだからネズミは2年も生きないよとか言ってる、そうじゃないんですよ、猫なんですね。でね、まあ猫と他の動物も見ますけど、まあ、全部死んでるわけですね。で全部死んでる原因は何かっていうとですね、ワクチンによって過剰な抗体ができたり、さっき言ったように過剰な抗体は本当にできるんですね。その抗体のでき方がいろいろあるんですけども、異常な免疫系ができちゃうということもあるんです。免疫系というのはですね、粒子系とか液性とかいっぱいあってですね、
その T 細胞だとかマクロファージ細胞とかいっぱいある。それから液体の方の粒子じゃない方の免疫系もある。その全体がどうかってことなんですよね。それで元からね、実はワクチンは効かないと言ってる医者がいっぱいいるわけですよ。そのいっぱいいるんですよ。もうそんな一人とか二人じゃなくていっぱいいるんですが、その医者たちが言ってる一般的なことは何だったかっていうと、免疫系がちゃんとできないと言ってるんです。その個体の免疫とか粒子状免疫とか液体免疫も含めてちゃんとした発動しないと言ってるんですね。っていうのは人間もっともう少し踏み込んで言いますと、人間の免疫系というのは相手を認識しない免疫と相手を認識する免疫の2つが出動するんですね。でまたそれは非常に複雑なんですね。でね、一般的に外部から人体に入ってきたやつを排斥するとこう言ってますが、外部から人体に入ってくるものって山ほどあるんですよ。例えばよく皮膚がなんとかヒアルロン酸とか言ってるじゃないですか。ああいったものですが、外国から来た食べ物を食べたら今までないものが出てくるでしょ。そういうの全部そうなんですよ。ところが人間の免疫っていうのは免疫関与をつって、免疫が出すぎないような今度はブレーキ装置っていうのをいっぱい持ってるわけですね。それが失敗したのが自己免疫疾患ですよ。でプレトニン、まあ腎臓なんだ、いろんなホルモンね、ちょっと過剰に使ったりすると免疫が過剰に働いちゃうんで自己免疫疾患になって、薬によるアレルギー反応とかいっぱいできるわけです。あれは免疫関与が効かない例ですね。でそういったのは過激に出るんですよ。だから例えばカニを食べて甲殻類アレルギーなんつったら、カニを食べたら死ぬとするんですよ。あれカニって別に自然のものなんですよね、食料として。だけどそのカニのアレルギーの人はなぜカニのアレルギーになったっていうと、そういう過剰免疫系になっちゃうんですよ、なんか別の理由で。でそれも明らかになってないわけですよね。だからその人は今は個別に私はカニのアレルギーだ、甲殻類アレルギーだからダメなんですって言わなきゃあんない。レストランで時々聞かれますよね。そういう原始的状態なんですよ。その状態として見るならば、このファイザー社のワクチンはですね、甲殻類アレルギーみたいなもんだっつってるんです、この人ね。簡単に言えばちょっと免疫が過剰に出るんですね。その免疫というのは自分を守るためにしか出ちゃいけないのに、カニを食べたら死んじゃうというのは明らかに免疫が過剰に出るってことですよね。だから それが働いてる。それでこれについては僕は実はね、この前の虎ノ門の時に夜中の2時頃ね、ちょうど目が覚めてね、気になったからそれを調べようと思って、日本のね医師がね話してるねビデオにぶつかったんですよ。それで聞いたらもうびっくりしたのね。アメリカに住んでる男の医師と日本に住んでる女性の両方ともワクチン打つの推進派の医師ですよ。ね、今度のワクチンはね、そのこれ過剰に免疫が出るやつです、過剰に免疫が出るやつなんてどこにも報告ありません、言ってんですよ。男性の方がいっぱいあるんだと。それね、もちろん彼もそうだけど、彼ばかりじゃなくて、ちゃんとしたこの前ランセットっていう医学雑誌で有名な雑誌がありますが、今度ここで紹介してもいいけど、それはもうその過剰免疫のあれを言ってる、もう実際に何例っていうか何十例かで観測してるわけですよ。それ知ってんのにね、もうはっきりした嘘を言うんですよ。これでまた女性の方がもっとひどいんですよ。今子供にも打ってますが、子供もコロナにかかって死んでる子供を見ると本当にかわいそうですよね。一人も死んでないんだっつうんだ。20歳以下の子供はゼロだからね、まだコロナで死んでるのは。だからね、僕二人のね、また真面目そうに話をするんですよ、 YouTube で。だから YouTube はそういう人だけ出すでしょ。知ったらね、あれですよ、ソ連の時の本当に共産主義の下で育てた小麦がよく育つと同じようにね、ああいう嘘をいくらでも言う医師っていうのはいっぱいいるって。僕あれも夜中に腹立っちゃってね、もう寝不足になっちゃったんですよ。こんなのがいるのかと。いやいや、見解の相違はいいんですよ。自分はFDA この過剰免疫は出るかもしれないけれども大したことないとかね、それで事例を挙げてこうだとか言うなら別ですよ。だから女性の医者の方も、本当に子供の方が亡くなったりするとかわいそうだけど、今のところ二十歳以下の人は亡くなっていませんからとか、こう言うならいいんですよ、それはね。そうじゃない、これほど遅いのかと思ってね。だから本当にこのね、このリンメリット博士っていうのはそれの最先端みたいなもんですね。まあ、ただもちろんね、彼は、そのファイザー社を退職してるわけですから、退職前
ったか、何か恨みがあるのか分かりませんよ。分からない、それは人間ですから、そういうこともあります。もちろん僕だってそのまま信じて聞いてるわけじゃなくて、医学的にこれはこういうことがあった、こういうことがあったっていうことを言ってるんだなっていうことですね。だけどアメリカとかヨーロッパの相当高いレベルのお医者さんが相当多数ワクチン危ないと言ってるのは確かですね、はい、続いてはこちらです。あ、そうそう、はい、これがそうですね、はい、抗体依存性最近出てきたね、はい、これがあのそう今言ってた強い抗体ですね。 AD ってちょっと難しいんでね、はい、アドバンスドなんとかですよ、はい、どっかに書いてるかな、書いてないですけど、はい、あ、まあそうでもですね。で、抗体依存性増強、つまり抗体を作って、免疫ができて、それが次に入ってくるウイルスをやっつけるはずなのに、そうじゃなくて抗体自身が ものすごい山ほど増えて、それでもう自分の体のやつを全部抑えてしまう、まあ、甲殻類アレルギーで死ぬ人と一緒ですよ。だからね、あのなんでカニで死ぬのっていうのと一緒ですからね。だからアレルギーっていうのはカニでも死ぬんだっていうことのようなものなんですね、まあ、もちろんちょっと医学的にはエンハンスとされたものですからちょっと違うんですけど、まあ、それで これがね最近の論文だと思うんですよ。2021年の8月10日ね、こちらに書いてありますね。そうそう、僕のところに来たのがほんの1週間ぐらい前ですから、はい、ですからこういう論文が次々出てるっていうことは皆さんに紹介しようと、はい、つまりそのワクチンが問題が起きないなんていう問題が起きた例がないとかそういう話じゃないんですよ。いくらでもこういうね、あの抗体依存性増強っていうか、これがね起こるとね、まずワクチン使えないんですよ、ね、ワクチン使うともう本当に甲殻類アレルギーになっちゃうから、だから使えなくなっちゃうんですよね。だから非常に大きな論文ではあるんですね。だからこういうのがもう出てきてるということですね。まあ、あのここでは SARS COVID の2っていうね、これが今の我々が言ってる新型コロナですね、うん、そのデルタ株についての、まあ、あれですね、まあ、ポテンシャルリスクマスバクシネーションでありますから、結局あの根本的にはそういうね危険性を含んでるんだって、それはよく分かってねと、それを僕は日本国民に言うべきだって思ってるんですね、うん、はい、続いてはこちらの表ですかね、はいはい、これがねちょっと順番はね、一番最初に今日ご紹介した国際的な変化と日本の変化と同じだと、はい、あの人は自分では私は素人だと言ってましたが、まあ、素晴らしい視点だなと私は思ったわけですよ。でこれもそうでね、これも素人の人が自分で整理したやつで、7月7日以降日本国内死亡報告数比較とね、そうするとね、この人が整理したのはあ、新型コロナウイルスによる死亡者数が334名、ね、コロナウイルスの死亡者数が360、このワクチンだからね、あのワクチンを打っ、あのコロナワクチンを打って死ぬ方がコロナで死ぬよりか多いから、あのこれ何、もしこれが本当だったら、これもし本当だったら、そのこの人はもう怒っちゃうと思いますよ。武田さん何言うんですか、私は正しいのを整理した。だけど科学っていうのは僕いつも言ってるようにまとめる人によっても違うし見解によっても違うからね、そういうことを感情的にしちゃいけないんですよ。もしこれが本当なら何のためにこれワクチン打つんですか、コロナで死んだ方が少ないんだからワクチン、ね、だから僕は YouTube の人にね言いたいんだけどね、あの YouTube の人って科学知らないですよ。いや科学を知らないのか金をもらってるかワクチン会社か、どっちかしか考えられないのはね、科学というのはこういうもんなんですよね。もうこんなにね河野大臣がデマだとか言ってね、打て打てと言ってる、こういうのがあるからね、ある政治家にこの前ちょっと雑談してたらね、いや首相官邸の方うまくやってるよと、有力な首相候補を次々と落としてるからねと、河野大臣をワクチン大臣にしたのはもちろん副作用が出てきて傷つくからだよと、ね、だからそういうことは常に政治とか社会とかそういう世の中にはあるということが前提なんですよね。だから政治家はもう、いや河野大臣というのはワクチン担当大臣なんかになってこれで首相は終わりだと思ってるわけですよ。副作用は必ず出るから、だから、まあ、これはね、これが正しい、これ360が正しいか334が正しいかなんて議論しちゃいけなくて、あの必ず新しいことを始めたら本当に謙虚にそれがどういうことを結果をもたらしているかっていうのを測定せんといかんわけですよ。そういうことですね、はい、で続いてはこちらですね、はい、妊婦にも時期を問わず接種を、日本産科婦人科学会ということで概要です。
日本産科婦人科学会などは新型コロナワクチンについて妊婦の接種を進めるとする新たな文書を発表しました。5月に発表された文書では、妊娠12週までの間は胎児の期間を形成する時期で、偶然起きる胎児の異常と区別が難しいため接種を避けるように求めていましたが、全国で感染拡大が急速に進んでいることに加え、アメリカ疾病対策センター CDC が11日に妊婦への接種を推奨したことなどを考慮したとのことです。妊娠時期を問わず接種を進めるとも明記されたそうです。また妊婦は家庭内からの感染が多いとして夫やパートナーにも接種を呼びかけていますという内容です。家庭の人とかパートナーにはワクチンを接種すると、はい、コロナに感染しないってどうしてそういうことになるんですかね。重症化を防ぐ。重症化を防ぐだってっていうふうに言ってますよね重症化を防いだって夫がコロナにかかったらね、かかる。重症化するかどうかは本人の受け手だから、ね、感染までは関係ないですから。そういうこと言われてますよね。でしょ、文子さん。はい、そしたら、はい、何今文子さん読んだのおかしいんじゃないの、はい、そうなんですけど、そういうふうに記事では紹介されているということです、はい、そのままを、はい、いやもちろん文子さんが心の中でどう考えてるか僕言いませんよ。言わないけどもこれはもともとね、僕もだから女子高校生に打つのかわいそうだって言ってたのは、ここでも言いましたかね、卵のやつは。卵こじってないか。何でしたっけ、卵と胎児と何が変わるかと。卵は母体の中に卵がいるでしょ、はい、産む時に卵で産むじゃないですか、鶏でも何でも、はい、あれはなんで大丈夫かっつったら殻に包まれてて、うん、で卵の内容はお母さんの体に行かないんですよ、殻、うんうん、はい、だから、はい、だから卵の殻を十分早い時期に作って、うん、そしてそこで育てれば、お母さんの免疫系にね影響が及ばないんですよ、うん、ですね、ところが胎児は裸でしょ、はい、そうなんです。だって羊水の中にいるわけだ、うん、それで全部外側はツーツーでしょ。おまけにお母さんはさ、胎児のおしっこうんこ取って自分のおしっこうんこで処理して出してるわけでしょ、はい、それでなんでそれができなかったか。元からね、卵ってすごい血管があったわけですよ。つまりそのおしっこうんこが一番はっきりしてるの、他にいっぱいあるんだけど、ホルモン系があるんだけど、まあおしっこうんこね、全部卵の中で処理しなきゃいけない。だから発達に限界があるんですよ、あれ実は。だから爬虫類までではよかったけども、それ以上はいけないんですよ。でその今から何千万年ぐらい前に哺乳動物が出てきた時に一番難しかったのは母体内でのその余計な抗体ができちゃうわけですよ。ここさっきのやつと同じなんですよ。増強された抗体があって、それで下ろしちゃうわけですよ。というのは胎児の半分は自分でお母さんにしても半分は相手パートナーなんですよ。そうするとね、半分が異物なんですよ。だから異物だから赤ちゃんはお母さんと一体のものじゃないんですよね。だから出そう出そうとするわけですよ。それをこの出さないようにしたというメカニズムを作ったのが、まあウイルスの DNA なんだけども、だから今度注射打ってるのとすごく似てるわけですよ。だから、まあ産婦人科の方もね、最初は12週かな、はい、なんかまでは、分かんないんだ。つまりね、その12週ぐらいまではもうそういう免疫反応の防御は大変なんですよ。初期の段階で非常に大切な時期、ね、そう大切な時期なんですよ、はい、だからその時にどういうことになるか分からない。ところがこの前妊婦かなんか死んだか胎児が死んだかしたでしょ。胎児が亡くなったという悲しいニュースでした ね。それでそういうことがあって、もう今妊婦のいる家庭はものすごく大変なんですよ。ですからね、僕はね、むしろこの流行を防ぐのは、流行を防ぐ大切なことは、要するに僕らまあ男は特にほら、ここにいる男なんかほとんど生きてる意味ないしね。だからその男がコロナにかかってもどうでもいいっつってんだ。胎児に、妊婦に感染しないように、妊婦に感染しないように僕らも感染しないとこうっていう、そういう順序だっつってね。だからやっぱりね、だからね、今度のワクチンはね、ちょっとまだ早いと思いますよ。これだからね、ちょっと前まではね、産婦人科はやめろっつったら圧力ですよ、うん、お前圧力ってどういう形で起こるかっつうとね、お前らこんなそのワクチンは妊婦に打つなんてやってたら次から研究に出さないぞってことなんですよ。簡単にはそういう圧力なんですよ。
ずそれ圧力きますからね。だからそういう圧力で、要するに40兆でしょ、40兆の医療費をどう配分するかっていう問題がありますから、40兆の配分をこの際産科にはね減らせって言われたらね、産科の人たちってのは全部機種に減っちゃうわけですから、そういう形で圧力が行われるっていうことなんですよ、常に。だから厚生労働省が非常に力あるのはそこだからね。だから医師会もそこにその議員に金を出して3組だけど、厚生労働省に金出さないから、議員に金出して議員が厚生労働省に圧力かけて、その金出した比率で医療費、国民の医療費を分配するってことをやってるわけですからね。そこは分かんなきゃいけないですね。ご婦人の中にはね、僕は圧力かけるんですよって言ったら、圧力って何ですかって人がいるんだけど、金の世界だからね、だからそれも露骨にやってるんですよ。だから僕はね、まあそれはもちろんその妊婦で あれしたらいいかもしれないけど、できればね12週何にも接しなくて、もう極力かからないように努力してね。ただでさえあれですもんね、妊娠初期は免疫が下がってるんで、普通の風邪をひきやすいから気をつけろって言われてる時期なんですよね。だからよっぽどね、だからそれからまあ 4、5 ヶ月で、4ヶ月目で今度男性ホルモンの分泌期があるから、はい、まあやっぱり1月10日の半分ぐらい、初期の半分ぐらいはやっぱ相当会社も休んで、それでそういうのに接しないようにして、ご家族もそれに協力するってことでやってもらうしかないですね。そうですね、本当におつらい立場だと思いますね。それでは続いての視聴者の方からのご質問です。5類引き下げとワクチンということです、うん、首相や尾身会長が新型コロナの5類引き下げに慎重だというニュースが流れていました。尾身会長はワクチン接種が進んだら議論すべきと言っていたようですが、なぜ5類引き下げにせいぜい数ヶ月しか持たないワクチン接種が影響するんでしょうか。効果が切れる前にまた打って延々繰り返すことが前提と考えているのでしょうか、というご質問です。それはね、この読者の方が言う通りでね、視聴者の方は最初ワクチン打ったらまあ少なくとも1年と、今4ヶ月って言うんですよね。で4ヶ月だったらまたどうするのかと、こういうふうになってね、もうむちゃくちゃになってるんで、やっぱりその尾身さんもお辞めになってね、もう少し正直な人を出さなきゃダメですよ。本当にこう学問に忠実で、ちゃんと国民の健康だけを考えるっていうね、まあ、その他のね、俺が役に辞めたら勲章が欲しいんだとか、そんなふうに思ってる人はダメですね。では続いての内容です。続いてはこちら、全国知事会、全国に緊急事態宣言をロックダウンも視野に緊急提言ということです。概要です。新型コロナウイルスの感染拡大を受け、全国知事会は20日オンライン会議を開き、全国に緊急事態宣言またはまん延防止等重点措置を適用するよう求める緊急提言をまとめ、政府に提出しました。提言では現在の感染状況を自治体のコントロールが困難、非常に危機的な局面と分析、宣言重点措置の対象地域拡大のほか、外出や移動を制限するロックダウンのような強力な人流抑制策を要望しました。法改正を経ずにできる対策として高速道路の通行料を変動させるロードプライジングも挙げられました。通行料金の上乗せで交通量を抑制するのが狙いだとのことです、ということです。知事の人って頭おかしいんじゃないかと思うのがね、まず第一にね、食べ物屋に行く行かないと感染と関係ないんですから、ね、家庭で感染するんですから、だから移動を減らしたほど感染が増えるって言ってるわけですよ。それ実際そうなってるわけですよ。自粛自粛するたびに感染が増えるわけですよ。だからどうしてかって言ったら、家庭が 50% でしょ、飲食 5% でしょ、じゃあ 50% のね感染してる家庭でみんな閉じ込めたら、そりゃ増えますよ。どっちが先なんてことないんですからね。そのあんなの後先のある現象じゃないからね、パーセンテージだけだから。だから飲食が 5% で家庭が 50% だから、どん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 外に出てもらった方がいいんですよ、うん、そういうことなんです。それからもう一つね、ロックダウンとは全く意味がないんですよ。でね、移動を規制すると止まるかっていうと止まらないんですよ。移動を規制しなくても、その県が患者さんが少なければ感染力の強いウイルスはもう入ってますからね、だからバーッと増えます。ですからね、岡山県知事のね、ポンコツ岡山県知事がいましたけど、岡山に入るトラックとかに人を止めたらね、岡山県の人がねコロナにならないって嘘を言うなって言うわけですよ。そんな嘘だからね。
だからそういうね科学で全くないこと、それはね感染学会が注意するべきですよ。あの40万人40万人死ぬったら8割おじさんがいるじゃないですか、今京都大学の教授の。彼なんかね一回もねどうやったらコロナの感染が止まるかっていう方法を言ってないですよ。脅すだけですよ、ね、そんなね、まあね学者だからね別にその脅しするだけでもまあ脅すだけの人でもいいけど、いくらなんだってその人がねよくね最近なんか新聞なんか出てねなんかニコニコしながらねコロナは大変ですからねなんつってんだよ。だけどその人の言うのはね何をやったらどのくらい減るか、それで彼が言ったロックダウンの方法は全然ダメだってことを分かってるわけですからね、止まんなかったわけですから。ヨーロッパなんかロックダウンやればやるほど増えるわけですよ。なんでかって言ったら移動によって感染じゃなくて家庭とかそういうロックダウンしたらいるような場所で感染するからダメなんですよね、はい、では続いての話題に移ります。こんな報道がありましたということですね。自粛警察による嫌がらせ続く、概要です。いわゆる自粛警察と呼ばれる人たちによる嫌がらせが今年も続いているそうです。大阪ではアホ消えろなどと書かれたビラが店に貼られていたり、入り口に生ゴミや吸い殻の束が置かれていたこともあったそうです。他にもあるインド料理店では電動自転車のスタンドが曲げられていたなど被害が続いているそうです。こうした歪んだ正義感に基づいた行動はネットの書き込みなどでも必要な嫌がらせとなっているケースも指摘されていますが、ある専門家はバレないと思っているのは大きな間違いで逮捕され得る犯罪行為であると警鐘を鳴らしていますということです。もうその専門家が言ってることは間違いじゃないけど僕は違うと思いますね。あのねこれあのこの前から誰か2人ぐらいにね僕が話したらね、ああなるほどそうだっていう人とね何言ってるか分かんないっていう人と2人いましたからね。まずねマスクね、マスクっていうのはこのマスクの外側にウイルスがいても中側に入ってこないためにマスクしてんじゃないですかね。ね、例えば僕がいつも言ってるように網戸、庭には蚊がいると、網戸をすると家の中に蚊が入ってこないから網戸ってするんですよ、ね、そしたらさ1枚網戸があればその内側にもう1個網戸をしなければ蚊が入ってきます、ね、入ってこないでしょ、はい、したら自分がしてるのに僕してないからね、マスクしてる人があなたマスクしてないじゃないかって言う必要ないじゃないですか、ね、僕だったらなんて答えるかと、あなたしてればいいじゃないですかと、あなたがしてるマスクはあのウイルスを入れないんでしょと。だから網戸1枚してて、あのねこれはまあフィルターの原理原則っつったって あまりにあの雑なやつだけど、ケーキっつってどうしても網の目が止めるものよりか大きいものしか使えないとこってあるんですよね、化学工業の。そういう時は30枚ぐらい重ねると、重ねた網のこういう形で防ぐっていうことができるっていうのがそのケーキによる遮蔽っていうのがあるんですけど、それはやっぱ30とか50枚とかやんなきゃいけなくて当たり前ですけど、2枚じゃねどうにもなんないんだ。このこっちの目を通ってきた蚊がこっちの目を通らないかと通るわけですよ。これは接近してギュギュとこうギュギュとなってる時だけ目が興奮になるから、まあ防げないことはないんですよ。だからねこれマスクなんてさ、桃子さんと僕だったらねこれだけ離れてるから、桃子さんがマスクしてたら僕はマスクする必要ないんですよ、ね、だからマスク警察ってあれ何言ってるかって言ったら、マスクはねウイルスを止められないと思ってるんですよ心の中で、ね、これは気休めだと思ってるんじゃないかと思うんですよね。それからワクチンってもっと面白いんですよ。ワクチンの強制接種とあるんですよ、ね、みんなでワクチン打とうって。だけどワクチンっていうのはワクチンを打てばコロナにかかんないって言ってるんですよ。ワクチンを打てばコロナにかかんないってことは自分の身を守るためにワクチン打ってんじゃないですか、ね、なんで全員が職場の全員が打たないといけないんですか。そしたらざまみろってもんじゃないですか。俺はワクチン打って仕事できるからいいけど、あいつはワクチン打ってなかったからコロナで休んじゃったから俺の方が有利になるとこんなんじゃないですか。なんですね、じゃあ俺がワクチン打つんだったらあいつも打たせろって言ってるかって言うと、僕の意識ではワクチンは感染には効かないと思ってるんですよ心の中では。ただ副作用だけあるから、副作用は俺だけ被るんじゃ腹が立つから、お前も副作用で死ねえって言ってるんですよ。だからさ、この自粛警察ってさ何やってるのか、つまり自分の意思であのコロナを自分が防ごうと思ってんじゃないんですよね。なんか別の目的なんですよ。でマスクだったらさ、どうせウイルスは防げない、
分かってるよ俺も、だけど息苦しいだろ、だお前も一緒に息苦しくなれって言ってるだけだ、どうですか桃子さん。ねえ、やっぱどこか僕話したら、うん、2人のうち1人は武田先生何言ってるか分からないって言われた、1人はそりゃそうですね、おかしいですねって、自分の身守るのに他人の身を、お前他人の身を守れないのかなんて言って怒る人っているの。やっぱり何事もやっぱ 100% っていうのはなかなかないものですからね、みんなそう思ってるんじゃないですかね、やっぱり。あれマスクやっぱ主婦目線は違うなね、どこかやっぱり思ってるから自分もやるからあなたもやってくれっていう部分ね、あるかと思いますけれどもね、はい、はい、じゃ続いてはその他の時事問題ということでこちらです。はい、ホットな話の時事問題です、はい、まずは視聴者の方からのご質問ということです。福島の状況について、前回の放送で福島の土についてのお話がありましたが、福島で日常を過ごされている方は大勢いらっしゃいますし、中にはこれから福島で農業を始めたいという方もいらっしゃって、今どんな状況で何に気をつけるべきなのか、空気や水、土、食べ物などについてご解説願えればと思いますという内容です。はい、ですね、今まで原子力関係でものすごい長い間研究してきたんですよ ね。で長い間研究した結果、このくらいが危険であるという規制値を決めてあるんです。その規制値はですよ、だから規制値自身を疑うとどんな意見もあるんですよ。なんか放射線の中で生きた方が健康になるなんて人もいるんだから、だからそれはいいと。だから広島長崎からずっと延々と研究を続けてきて、おまけに議論をして、だコロコロ変わる人がいるから困るんだけど、僕がいつも言ってるように、福島の事故が起こる10年ぐらい前、僕が1ミリシーベルト3ミリシーベルトぐらいにしたらどうかって発言したら、その時に武田先生何言うんですかってそう言った人が、事故が起こったら突然100ミリなんて言い出してるわけですよ。だそういうコロコロ変わる人が中にいるから、その物事がややこしいんですけど、一応長い間の研究結果で各臓器ごとに全部係数が出てて、まあもちろんその人間には妊婦もいますしね、体の弱い人もいるんですよ。一般的に25歳以上になった男性が一番鈍いんです。ですから40歳ぐらいの男性を基準にするともっとレベルが高くなる。だけども40歳50歳の人でも一応5ミリシーベルトまでは労災が適用されてるんですよ、ずっと。その福島以後もね、5ミリシーベルト以上浴びた、1年に5ミリシーベルト以上浴びた、男性の従業員が、白血病とかになった時はこれ労災適用になるんですね。ですからその意味ではまあ5ミリシーベルトぐらいはやっぱり危険だなっていうのが一般的な知識なんですね。それで今1ミリシーベルトに下げてるのは、まあイギリスの思想もあるんですけども、一応孫まで、あれ遺伝子に損傷が来るんですよね、被爆はちょっと困ることに。だから本人が白血病になるだけだったらいいんだけど、がんとかその遺伝子が残るんですよ。それを孫の代まで安全にしようっていうことになって、国際的に、そしてカーブを作って、そして今の規制ができてるんですね。それによってフランスで作った水でも、フランスの原発の下から出てきてる水も今日本に入ってきてますけどね、 AVN とかいろんな間はそうですけど、でまあ、それでみんなががんにならずに、過ごせるようになってきた。この基準を正しいとしたらね、いつもね僕に対してね批判する人はね、何を批判してるのか分かんないんですよ。基準値を批判するなら僕じゃなくて国に言ってくれって言うんですよ。それは国が基準値決めてるんだから、僕はそれいいんだったけど意見が違うからね、それ一人一人ですから。だけど基準自体を、だから僕は原発が起きた時に、私は基準を守れって言ってんですよつって、僕の意見じゃありませんよつってね、言ってたんですけどね。それから言ったらね、やっぱり福島は100年なんですよ。100年、うん、仕方がないんですよ。なんで100年かって言ったらね、福島原発からバーンって出た量っていうのは広島原爆の200倍なんですね、出た量がですよ。まあ、大した量が出てないようだけど、放射線量としてはすごい量が出たんですよね。それで問題なのだから100倍なんで、それが100倍のやつが降った、一番簡単に言うと100倍のやつが降った畑とかそういうところに、そこが再び普通の土地と同じように使えるのは100年なんです。もうこれしょうがないんですよ。そんないろんなこと言ったってしょうがないんですよ。それはもう半減期全部決まってるんだから。
ところがね、もちろん川に流れたやつは海に行く、それから人間が少し土入れ替えたりする。だから山間部とか湾の下とか湾の海水の下とか、そういうところは今見たらほとんど残ってるわけですね。ですからジビエ、まあ、なんか川魚とか、それから野生の動物の肉とか食っちゃいけないって言われてるのは、手が人間の手が加わらないところはやっぱり汚染状況が少ないので、やっぱ100年になっちゃうんですよ。ところが畑なんかは土を入れ替えるなんてことがあるから、それは個別なんですね。じゃあ今12年でしょ、どうかっつったらね、ちょっと早いっていう感じなんですよね。で僕はあの事故が起こった時もね、国会にも呼ばれていろいろ話もしましたけど、やっぱりここはね、何たって原子力に1年間4500億円の補助金出してたんですよ。 各電力会社にそれに加えて1000億円、合計5500億円出してたんですよ。ところが福島の農業をね、全部救うんで600億円なんですよ。だけどまあ全部は救う必要ないから、別に測定して外れたやつはね、今も半分以上は大丈夫ですから、300億でしょ。300億を30年ぐらいさ見たらいいっつってんのね、僕は。しょうがない、それは。だって国がやってる仕事で怒っちゃったんだから。だから僕は放射線、あの時に変な人がいっぱいでね、川崎市長なんかそうだったけど、放射線で汚れたものを子供に食べさせて放射線に強い子供を作ろう、そんなこと起こらないんだから。これ科学の世界だからね。だから精神的ならそう言えますよ。だけど被爆したものを食べれば必ず被爆するんだから、その意味ではね、やっぱり福島のものはできるだけ買わない。 NHK も風評なんて言わない。風評じゃないんですから、本当の汚染されてるんですから。だから本当はね、福島のやつは絶対今汚染測定しませんよ。だけどやっぱり測定をして、12マイクロシーベルトだったら、12あれだったら、そういうふうに言って表示して、値段が下がりますから。値段が下がった分だけ補償金を国が出すっていう方式じゃなくちゃね、もう解決しませんよ。僕なんかは基準値以下は健康に影響ないっていう信念がありますから、僕はそういうタイプだから。だから100ベクレル以下だったら平気で買います、表示されてても。だけど100ベクレル以下で50ベクレルでも嫌だっていう人いるから、したらそれはその分だけ、なんか売れない分だけは保証するとか買い取るとかいうことをするべきだと思いますね。原発をやるってことはそういうことなんですから、原発が危険だってことはそのことを言ってるわけですからね。はい、ということで、次はですね、はい、こちら、はい、外国人の退避続くアフガン情勢ということです。はい、タリバン政権が掌握し混乱の続くアフガニスタンでは外国人などの退避が続いています。日本も23日に邦人退避のため自衛隊機の派遣を決めました。また20日の報道ではアメリカが日本政府に対して自衛隊の派遣を含めた協力を要請していることが分かったそうです。報道ではどちらかというとタリバンを疑問視する論調が多いようにも見受けられますが、武田先生にはアフガン情勢についてのご解説をお願いできればと思いますという内容です。はいはい、アフガニスタンというのはですね、パキスタンの西側にあるわけですね。でこっちは中東なわけですね。あそこは中東とも言えないんですね。で上がロシアなんですね。だから北がロシアですね。だからアフガニスタンというのはインドの西、中東の東、それから、ロシアの南に位置するんです。でだからここは何でかって言ったら十字路みたいなものなんですよ。こう十字路で、ね、十字路のもんだからすごく重要性が高いんですよ。それのもんだから昔からアングロアフガン戦争と言われましてね、イギリス軍がまず来るんですよ。つまりイギリス軍というのは白人の代表なんですよ。あれね、白人が来てアフガニスタン、イギリスとアフガニスタンで戦争がある。それでアフガニスタンも散々やられる。でイギリスが衰えてくる、イギリスを衰えさせたのは日本の戦争ですよ。だから日本の戦争って本当に素晴らしかったんですけど、日本が戦争してイギリスやっつける、プリンス・オブ・ウェールズもみんな沈める、シンガポール要塞も陥落させる、それをやったもんだからイギリスはもう再びアジアにはもうちょっかい出せなくなってイギリスは引くでしょ。その後に今度はロシアがソ連ですね、当時のソ連が1978年かな出てきて、そしてソ連が占領する。それからソ連も手を焼いてソ連が出てって、で今度アメリカが来る。そのソ連がいる時にその現在のタリバンを養成するわけですね。
だから要請したのはアメリカの CIA ですよ。それが金を出して、アフガニスタンにアメリカの影響力を出す。でアメリカ、あそこはもうアフガニスタンはもちろん石油はあまり直接的には出ないんですけど、まあ、天然の鉱石とか山ほどありますんでね、旧大陸ですから、まあ、そういう利権もある。それでパキスタンは今度西側に中東があるので結構あそこ大切な場所だから、パキスタンはしょっちゅうしょっちゅうアフガニスタンにちょっかい出しながら中東からの攻撃を避けてる。パキスタンって難しいんですよね。中東からのイランからの攻撃とインドからの攻撃に挟まって上は中国とこうなってますからね。だからまあそれ一生懸命やってるわけですよ。それで今度アメリカが撤退する、そしたら中国が入ってくるというふうに言われてるんですね。これが基本ですね。これで日本の報道は常に、タリバンをアフガニスタン側を悪く言って、アングロ何アフガン戦争の時にはイギリス側ですよ日本は。でロシアの時もソ連が入ってた時もソ連側です。それからアメリカが入ってたらもちろんアメリカは今度中国だって言うんですね。だけど日本の基本的スタンスは、外交スタンスはそうじゃないんですよ。まず人種差別撤廃、それから民族は民族でやる。だから白人の国家とかそういうでかいところが覇権を取るってことを反対してるわけですね。ずっと反対してきたわけですね。日本の日露戦争とか日清戦争は清というでかい国と日本は戦って、それで日本はちっちゃいからダメだとかするんじゃないっつってね頑張った。日露戦争は今度露骨にロシアがお前たちちっちゃい国にどけっつったやつをダメだって止めた。それから第一次世界大戦ではドイツをね太平洋から全部追い出した。それから第二次世界大戦、大東亜戦争の時はちょっと難しかったけど、相手が強すぎたけど、アメリカ、イギリス、オランダ、中国、中国はまあ白人が寝返ったから、この白人が寝返った4カ国でかい国ばかりですよ。それを日本が一つで頑張ってなんとかした。それで日本が頑張ってみんな国弱っちゃったんで、はっきりとした戦勝国であるアメリカでもフィリピンからフィリピンの植民地を放棄せざるを得なくなったというわけですね。でこの日本の尊敬される、国際的に尊敬される外交姿勢をアフガニスタンにも今発揮するべきだというのは僕の考えです。だからこの際アフガニスタンはアフガニスタンの中で解決するように各国は協力しろということをまず呼びかける。あの首相が、我々はアフガニスタンに対してはロシアともアメリカともイギリスとも中国ともスタンスが違います、私たちの国は日本はどこも民族が独立して国家を運営することを支持するからアフガニスタンも支持すると。でアフガニスタンが今ね足りないところはね、一番がでかいのは技術なんですよ、技術。だからアフガニスタンはね日本からの平和技術を期待してるんですよ。だから日本は全然他の軍事でちょっかい出すなんて、あなた中国ちょっと待てよと、中国は金だけ出そうとしてるからやめろと、ね、それでアフガニスタンが正常に畑もできて鉱物も取れて、あれね畑作って鉱物取れればアフガニスタンは自立できるんですから。だからで、まあ、NHK とかそういうのはもう散々悪口言ってるからね。だからタリバンがね何犯罪人の恩赦をすると、人気取りをやってるって、そういう報道ですからね。そういう報道じゃないんですよ。やっぱりアフガニスタンはあれだけねイギリス、ロシア、アメリカと攻められてパキスタンちょっかい受けてね、もう本当国の中むちゃくちゃになってるわけだから、せめて日本一カ国ぐらいはねやっぱりアフガニスタンが独立してね、そして幸福な人生を送れるようにやっぱりイニシアチブを取ってやらなきゃダメですよね。それからやっぱり日本の言論界はみんなそうじゃなくちゃいけないですよ。日本はそういうところもう魂が通ってないんですよ。まあだからそのあれですよ、今中国が占領してるねウイグルとかチベットとかそこも含めて、それからまあ僕はこれ誤解されて、TBS をクビになっちゃったけど、北朝鮮も南朝鮮もね韓国も、僕は日本人としては統一した方がいいと。やっぱりまあ日本も占領してて 戦後ねなかなか撤退を早くしちゃったから東西に分かれちゃったけど、できれば日本はかつて一緒の国だったんだから、やっぱり朝鮮人は朝鮮人で一つの国でやるべきだと、そういう態度をしっかりねやっぱり貫くっていうことが大切だと思います、うん、今度のオリンピックもね、オリンピックの開会式の挨拶はねやっぱり中国とかアメリカが戦争しようとしてるけど、やっぱり昔のオリンピックの開催の理念に従って日本でオリンピックをやって
世界中で戦争をなくしましょうと、核兵器も削減しましょうと、そういうことをやっぱりね、日本は常にそういう態度でね、望むという国際的な筋を通しておくべきだ。その点ではアフガニスタンの現在の情勢は日本が手を差し伸べる好機ですよ。それはタリバンはね、日本がね手差し伸べたら歓迎してくれますよ。それをそのアメリカとかロシアとか個別に中国と交渉して、そしてやるっていうのが一番いいと思いますね。ということで今日のお話はここまでというふうになります。今日はもう特にないですか、はい、追加のコメントは。いつも不満たらたらなんですけどね今日はもうかなりこう真剣なね、席も出てるんで、いつもねいろいろ重要なお話盛りだくさんですけれども、今日もいろいろありましたけれどもね、大丈夫ですか、はい、今日はなんか桃子さんが少し反抗的だったというのが不満が残りましたからね反抗的って先生別な意見も尊重するということでね、この番組は進めておりますので、はい、はい、ということで、今日はここまでといたします。次回は9月の10日の金曜日午後7時から友達 TV からお届けいたします。以上をもちまして武田邦彦の本当の話、今日はここまでです。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。先生今回もありがとうございました。どうも失礼いたします。